の太陽内でクレーターライナーの西にある高アルベド区域である中心は北緯7.5度成形59.0度に位置する全体の大きさは約70キロメートルである比較的暗い周囲の海の表面と比べて高いアルベドが特徴で楕円形を中心に渦巻いたような形をしている高アルベド区域は東及び南西に続いており輪のように見える ライナーガンマは表面の特定の構造物と関係があるものではなく、軌道上で撮影された写真から同じような特徴を持つ区域が賢者の海と縁の海で発見されるまでは、その原因は謎であった。賢者の海の高アルベド区域は雨の海の中心の真裏にあり、同様に緑の海の高アルベド区域は東の海の中心の真裏にあった。そのため、このような特徴は、 これらの海を作った衝突により集められた地震エネルギーに由来すると信じられるようになった。ライナーガンマの特徴はそこに棒磁石が埋まった表面に鉄を敷き詰めて形成された双極子に似ている。低軌道の宇宙船はそれぞれのアルベドの模様に関連する比較的強い磁場を観測した。そのうちのいくつかの磁場と模様は水星の衝突によってできたと考えられているが、 本当の原因はまだわかっていない。ライナーガンマの磁場の強さは 28km の高度から測って約 15NT である。これは月面で最も強い磁場である。表面でのこの磁場の強さは3 6 0キロメートル彼方まで届く小さな磁気圏を作るほど強く 300km の厚さの強いプラズマの領域を作り、そこでは太陽風が 地上まで吹いている。太陽風の粒子は月の表面を暗くすることで知られるため、この場所の地場はアルベドを高く保つ主要因となっていると考えられる。フランチェスコ・マリアグリ・マルディの初期の月面図では、この場所は誤ってクレーターとして記載されており、彼の同僚のジョバンニバッティスタ・リッチョーリは、これをガリレオ・ガリレイにちなんで、ガリラエウスと名付けた。 この名前は、後に北西にあるクレーターガリレーとなった。ありがとうございます。